お世話になっております、マサルです。今回は DNS アンプ攻撃と DNS 水攻め攻撃について一緒に勉強していきましょう。今回学ぶ内容です。まず DNS が狙われやすい理由についてお話しします。その後 DNS を狙う攻撃として DNS アンプ攻撃と DNS 水攻め攻撃についてお話しします。それでは始めましょう。DNS はすでに勉強済みですが、ドメイン名と IP アドレスの対応を管理するシステムのことを言います。トランスポート層に UDP を利用する仕様であることに加えて、コンテンツ DNS サーバーは外部に公開されるサービスなので、DNS は攻撃対象になりやすいという特徴があります。では、DNS を狙った攻撃の一つ、DNS アンプ攻撃についてお話しします。DNS アンプ攻撃は別名DNS リフレクタ攻撃と言われます。送信元 IP アドレスをターゲットに偽装して DNS サーバーからの応答をターゲットに送りつける攻撃です。 DNS の通信は要求に対して応答の通信が大きくなるという特性があります。今回の攻撃の DNS アンプ攻撃のアンプというのは増幅という意味を持っています。小さい要求の通信が増幅されて大きい応答の通信が発生する特徴を表していると言えます。攻撃者はこのような特徴を使って効率的にターゲットに負荷をかけることができます。次は DNS 水攻め攻撃です。別名ランダムサブドメイン攻撃と言います。DNS 水攻め攻撃は標的のコンテンツ DNS サーバーに存在しないサブドメインの問い合わせを強制させることで負荷をかける攻撃です。例えば攻撃者がドメインマサル .co.jp に対して攻撃を行いたい場合、そのドメインに存在するはずのないランダムなサブドメインの情報を付け加えて問い合わせを行います。例えばここに書いているようなランダムなサブドメインです。キャッシュ DNS サーバーはランダムに生成されたサブドメインの情報をキャッシュしていないので、ターゲットドメインのコンテンツ DNS サーバーに問い合わせを行います。するとコンテンツ DNS サーバーは不必要な応答を強制されることになります。ランダムなサブドメインを作って不必要な問い合わせを膨大に送りつけることで攻撃対象のコンテンツ DNS サーバーの負荷を高めることができます。これが DNS 水攻め攻撃です。それでは今回は DNS アンプ攻撃と DNS 水攻め攻撃について一緒に勉強しました。少しだけお知らせです。皆さんの応援のおかげで本動画シリーズが書籍になります。通信販売、電子書籍での発売もあります。詳しくは概要欄をご覧ください。それではおまけトークです。今回は DNS を狙った攻撃として DNS アンプ攻撃と DNS 水攻め攻撃について勉強しました。ちょっと似ている部分があって違いが分かりにくかったかもしれません。ここで補足します。今回の2つの攻撃はターゲットが違うことに注目してください。 DNS アンプ攻撃は DNS 応答をターゲットに送りつける攻撃です。ターゲットとは攻撃者が送信元 IP アドレスとして偽った端末やサーバーを指します。一方 DNS 水攻め攻撃は攻撃対象がコンテンツ DNS サーバーです。不必要な要求を送りつけることで負荷を高めることが目的です。このように攻撃対象が違うことを覚えておきましょう。また別名で呼ばれることも多いのでそれぞれの別名も覚えておきましょう。 DNS アンプ攻撃は DNS リフレクタ攻撃、リフレクタは反射という意味を持っているので DNS の通信を反射させて攻撃しているようなイメージです。DNS 水攻め攻撃は別名ランダムサブドメイン攻撃です。ランダムなサブドメインを作って攻撃を仕掛けます。それでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。